今回の,このロシアウクライナ侵攻っていうのはいろいろ日本が学ぶべき教訓っていうのがまあ詰め込まれてると思うんですあ一つが、まあ、例えばもう憲法9条って何にも役に立たないとか国連も こういうい時に何も役に立ってくれないと、うん、も,もう一つがやっぱり比較三原則ででいいいのかととうう問題だと思うんですよで今その安倍総理があの橋下徹さんとの番組ですかねであの核共有核シェアリング議論をタブー視すべきではないと議論はすべきではないかというようなことをおっしゃって、まあ、それに対してまあ国会永、うん、田町でもまあいろいろな意見が出てますがでこれに対してまあ岸田総理はまあ広島、まあ、選挙区っていうこともあるのか やっぱり比較三原則はあくまで検知していくべきだと、うん、この態度どう思いますか、うん、なんかそこは曖昧でもいいんじゃないかと思うんですか、うん、あのまず、これにつついてもちょっと2つなんですよね、ええ、まずあの今回あのロシアとまあも,うもちろんウクライナですけどその後ろにアメリカで NATO がいたわけですよね、ええ、でまあだからウクライナと NATO の加盟を巡るまああのやり取りだったわけですよね。ええ でそれで、まあ、ある方は NATO があのロシアとの間での、ね、エスカレーションをあのさせといて、はい、そして、いざ先端が開かれたら、うん、全然軍事援助なんかしないでウクライナに任、うん、あの責任を負わせるような、はい、こういうことはもうけしからんとで、はい、NATO はあの今の態度で、ね、う本当にけしからんとこういう人がいるんですよ。はい でもね、私から言うと、それが国際社会の現実だということですよ。<laughs> ええ、やっぱりそれぞれの国がやっぱ国益を計算して自分たちの態度を決めるわけですからね、はい、だからやっぱり、あやっぱり、なんていすか、そこは自分最後は自分たちの国は自分たちで守るということが、絶対にあの外しちゃいけないことだというのが一つですよね、ええええ、それともう一つは、今回の件で、隠しやりリですね、はい、あの私もその,あの番組見てましたけども、ええあの、安倍総理が言われてるのは、うん 要はです、ね、あの冷戦時代の、はい、世界の安全保障の最前線というのはやっぱりヨーロッパだったわけですよベルリーの壁を中心としてね、えー、まあそういえば西ドイツ、はいまあ、NATO の国々ですよ。うん、でそ,れその国々が自分世界の安全保障の最前線に立ってる国々が自分たちの国をの安全保障あるいは、えー、防衛を 何としてもややり遂げなくていいかんわけですよね。えー、でその時に取った政策がアメリカの核を持ってこさせるということだったわけですよ。はい、でしたってそのであのドイツもあその核爆撃にはまあ参加するというようなことまであのなってたわけですよね。ですからそれはまあ核それ,は核,それは核シェアリングなわけですよ。うん、あのアメリカとそれかそのドイツまたドイツに絞りますけどドイツが 共同責任を持つというでこういうい生き方をしたわけですよね、はい、ところがあの極東地域の日本は逆に言えば非核三原則で核持ってくるな持ってくるなということで、うん、まあやってきたわけですよ。はい、でも今回あの中米中対立が、はい、あの今のお世界の洪水になったわけですよ。でその時に世界の安全保障の最前線はヨーロッパから日本に移ってきたわけなんですよ。はい、だからその時に日本がいかにその、うん、安全保障を確立していくかという時に。うん やっぱヨーロッパの洗礼というのはやっぱ研究すべきだし議論すすべきだだと思うんですよね、えー、だからここをあの議論しないというのは私はおかしいと思うのと、えー、で逆にですよあの比較三原則最高の,あの理念というか価値は、はい、我が国の国と国民の生命財産を守ることが最高の価値なんですよね。えー、で比較三原則がその上に行くはずはないわけですよね。えー だから国は滅びたけど非核三原則を守り通しましたということを胸を張って言うリーダーっておかしいですよね。しいうのね最高の概念はやっぱり国を守ることですから国民の生命財産を守ることですからしかも戦略関係大きく変わったとその時に核というものは厳然としてあるわけですからこれについてどうやっていくかということについてそしてやっぱりこれは必要だねとなった時に非核三原則を変えなくちゃいかないのん変えればいいだけの話ですから。 だから今の議論の組み立て方が比較三原則があるからあの議論しないっていうのはも理解でできないですねだから共産党がその憲法9条、まあ、絶対主義、うん、あ,ある意味まあ宗教みたいに信じてるわけじゃないですか、うん、あれともう同じと言っても過言ではないですねある意味比較三原則絶対主義みたいなもので、えーえー、目的と手段がもうおもっちゃになってるんですよね。ですからあのあ比較三原則ってあれ佐藤総理の時かな。えー だからもうあの非常にもうだいぶ前にか確立されてる概念なんですよね。えーはい、で敵基地攻撃能力の議論はまあ古めかしいとか言う人いますけども、はい、この非核三原則だってもう相当古い概念なんですよこれ。はい、だからあの戦略環境が変わった今、うん、であの北その非核三原則をてうあの言っていた時は、はい、北朝鮮は核を持っていない、うん、で中国も持ったばっかり。はい でそういうような時ですから、ええ、それって今大きく変わってるわけですよね。ええ、だからそこはやっぱりあの比較三原則というものが、はい、ああ日本の安全保障に寄与するのかどうかということも踏まえて考えるべきだと思いますよね。ええ、その結果として核シェアリングという話にもつながることになるかもしれませんしね。ええ、そこはいずれにしたってやっぱ議論をしてもらいたいなと思いますけどね。はい、ただこのタイミングでそれをまあ地上波テレビでこうまあ提案、うん、提言するこう安倍総理のこう センスっていうのが素晴らしいなと思ったんですけど、ね、うんうん、でまあ他の政治家がまあだらしないというか、うん、腰が引けてるっていうのもありました。うん、だから政治家においてなんか、えー、タブーがあるっていうのおかしいですよね。えーうん、だからそれ、うん、あのー、安倍総理は正直に自分の思いを言われたってことなんですよ。はいえー、そうですね。うんえー、でただあの国民としては日本国民としてはこの今回のウクライナの現状、まあ映像がまあ流れてきてですね。うん、あこれ、はい まあ、将来の日本なんじゃないかっていう、まあ、危機意識の盛り上がりっていうのもあると思うんですよ。うん、そうすればまあ非核三原則見直しだったり、うん、憲法9条改正の、うんまあ、機運が。 まあ世論としては高まってくる。うんうん、これは、まあ、ある意味、まあプラスに取られていいのかなと思いますが、そのあたりいかがでしょうか、うん。まあじゃあ、ウクライナの人にが悪いですけど、ね、わけですけど、うん、まあ日本。にとってみればそうです、ねうん、まあそうですで、まあ、だから、やっぱりこれは現実だということですよね。えー、あのう、命白々な侵略行為っていうのは、まあ。そんなの起こらないだろうって思う、日本じゃ多々いると思うんですけども、はい、やっぱ起こったということですよ。で、なおかつ。ウクライナは核を持ってたわけですよ。はい、それを放棄したんですよねで。放棄した時に、確かアメリカ、イギリス、ロシアが。あのウクライナの安全保障を保障しますということを約束したんで。えー 放棄し、それをロシアの方にも集中させたんですね。過去ね。で、今回。全く、その約束したロシアが攻め入ってるわけですから。はい。うん、国際社会はこういうことだということですよ、はいうん。で、本当にあの、ウクライナが核を持ってたら、ロシアがこういう戦あの。 やすくね進行する決断をしたかどうかっていうのもわかりませんよね。逆にその金正恩北朝鮮があんなに経済的に小さい国なのに、うん、なんでこうここまでうまくまあ立ち回れてるかっていったら、まあ核を持っているからであって、だからそのあたりのことを、うん、現実っていうものを、ねえー、まあある意味目を覚ましておいよく言われるように、あの金正恩がまあ核を絶対放棄しないのは、はいうん、やっぱりリ,リビアの カタフィー体制持とうとしたけど、放棄したんですよね。はいえー、で、それでも、ああいう、あ,あ、なんていうか、悲惨な末路を辿ったということを見てますから。はい、だからもう、まあ、そういう、あの、北朝鮮としては、そんな絶対末路は取ら、ないと、まあ。固く誓ってんじゃないですかね。そうですね。 今ウクライナが頑張ってますけどもやっぱりあの日本は日米同盟があるので、はい、やっぱウクライナとはそこは違いますよね、はい、ウクライナはやっぱ NATO にも入ってないし、はい、いや同盟条約のもとの同盟国ってなかったわけですよ、はい、だからやっぱり日,日米同盟のアメリカとの同盟を持っているということは、まあ、非常に大きなことだということと、はい、しかしながらそれでもやっぱりアメリカに頼り切るということはやっぱりあの。 同盟を強固にする道ではないとやっぱり、はい、自分が力をつけてそしてアメリカとともに戦うという姿勢ですよね、はい、それがやっぱりあの日本の国を守る根本だと思います。ということで、まあ、あらゆる、ま、憲法9条にしても核三原則にしても核、ま、シェアリングの問題にしてもね、うん、やっぱりタブーっていうのを作ってはいけないと思いますんで、うん、まずは議論しないといけない。以前はあの9条のこ 救助を改正するっていう話もあるし、タブー扱いされたんですよね。えー、まあそれはさすがに今もうね、はい、あのタブーはなくなったと思うんですけどね。ということでぜひ岸田総理、岸田政権にはタブーなき議論をお願いしたいと思います。ありがとうございました。はい